ソフィティア。今日はですね、ソフィティア、ソウルキャリバーの中心人物の一人ですね、彼女の紹介をさせていただきたいと思います。出身はアテネですね。まあ皆さんご存知の通り、剣と盾をこう持って戦うというスタイルで、非常にそのソウルキャリバーらしいオーソドックスな戦い方で、まあ、誰にでも扱えるんで、まあ、初心者の方にも非常におすすめのキャラクターになります。で、まあすでにトレーラーでご覧いただいたと思うんですけれども、彼女すごく若いです。まあ彼女がですね、今回ソウルキャリバー6の中でどのような運命をたどるのかっていうのはぜひチェックしていただきたいなというふうに思います。まあソフィーティアとミツルギは実はですね、一番最初にゲーム開発の中で一番最初にこう作りって、でこのソフィーティアとミツルギのレベルに他のキャラクターのビジュアルとか、まあ、動きであったりとかっていうのをそこに合わせようというふうに決めたキャラクターなんで、非常に綺麗ですし可愛く仕上がったなというふうに思いますので、まあ、その辺あたりもですね、ちょっとまあ知りながら遊んでもらえれば楽しいんじゃないかなというふうに思います。 The legend will never die.